Hello，大家好，我是高提士高烧研究所所长 Jason。前段时间我们给大家分享了一个内容，讲的就是关于一套杆的平衡。那么就有朋友留言说，我也觉得我的一套杆不是那么的平衡，但是怎么样才能叫做平衡呢？然后几个月之前有一位泰山北斗级别的人物来高烧工坊来跟我们大家交流，他就是 Abex 老师。然后如果关注我们高烧工坊时间长的朋友肯定对这个名字不是太陌生。 Abex 老师是来自日本的，有20年以上量身定做经验，并且是一位非常著名的杆身设计师。他之前曾经为 Crazy、 TRPX、 COA 还有时光沙漏设计了很多的杆身，在日本曾经帮助了无数的职业选手和青少年职业选手，还有很多的明星量身定做，所以说他应该是我见到过的量身定做经验最丰富的大师之一了。然后我们之前也有收录一些他在这边交流的一些视频内容，但是因为翻译和字幕实在太麻烦了，所以我就做的比较慢。但是不管怎么样，今天先给大家带来一点内容，希望能解决前面的那个问题。在选择一号木杆身的时候应该注意什么？まず全体のクラブのセッティングを見たい、アイアン、それからユーティリティ、フェアウェイ、その全体のセッティングの流れをまずフィッターである我々にまず見せてもらいたい。ここはまずセッティングを見た中で、例えばこのアイアンが今1コーダとか、フェアウェイウッドを打つとこうなるとかっていう、まずそのセッティングに合ったものをまずドライバーのシャフトとしてこれがいいとか、ドライバーのヘッドはこれがいいっていう、こちらからのチョイス。真的折点的选择上有没有什么建议的选配方式？基本的なことを除いて話をすると、あまり私はキックポイントは重要ではないと思って。在選択一号木杆身的硬度上有没有什么对选手能有的建议？硬さに関しては今先ほども言いましたように、すべてのクラブの、スペック持ってるその中のセットのスペックに合わせたものを使っていただくのが一番。飛ばしたければ少し柔らかめを使う。曲げたくなければ少し硬めを使う。如果選手 slice 的话、那有没有什么建议在杆身上选择上的能帮助他的方式？スライスになる人は基本的に硬いシャフトを使っている可能性が高い。少し柔らかめのシャフトを使うことによってスライスが防げる。で、長さも注意したいですね。短くした方がいい。選手在選择重量的时候、他有什么可以注意的？基本的にはアイアンのスペックに合わせるのが一番いいと思います。まあ具体的に言いますと、スチールシャフトで 100g から 100g 以上の重さを使のシャフトを使っている方でしたら、基本的には 60g 台のシャフト、 90g 台ぐらいのシャフトを使っている方であれば 50g 台、それ以下の例えば軽量のアイアンシャフトを使っている方であれば 40g 台のシャフトという選択もある。一番危険なのはアイアンシャフトが重いのにドライバーのシャフトが軽い、逆にアイアンのシャフトが軽いのにドライバーのシャフトが過度に軽い、これは一番スイングを崩す